不評の本領。歩兵の本領は、1911年、明治44年に発表された、日本の軍歌。不評を歌った歌であるため、不評の歌とも呼称される。作詞は、当時の陸軍中央洋年学校、後の陸軍にお菓子館学校第10期生であった、加藤明勝。作曲、原曲は、長井健史の軍歌、湘南高の流用である、高術。加藤が、 在校時に制作し、1911年に中央幼年学校の百日祭で発表された。終作であったための地に、同校だけでなく、帝国陸軍全体に波及し、日本を代表する軍歌の一つとして広く、愛称されるようにり、レコード化もされ様々なレーベルから発売された。原始は、全10番からなる。第二次世界大戦敗戦後の連合軍占領下では、 GHQ によって演奏、放送等を禁止されたが、旧正中学校、旧正高等学校などの流れを組む学校では、現在も、校歌や応援歌などのメロディーとして使用さ続けている。例も、少なくない。例えば改正では、決起と題された替え歌が、運動会で歌われている。陸上自衛隊でも不評化相当の普通歌において、普通歌の本領と曲名や、 歌詞の一部を変えて歌われ続けられている。また、多数の戦後音源も制作、発売されている。なお、日本軍守備部隊の大半が全滅、玉砕した、サイパン島の戦いにおいて、日本軍守備部隊の全滅後もジャングル地帯に、立てこもって最後まで米軍部隊に抵抗し続け、敗戦から約3ヶ月半後の1945年。 昭和20年12月1日に正式に投稿した大場久し陸軍隊員が指揮する集団の兵士たち、投稿時の人数は大場隊員を含めて47人は、達方著山を降りて投稿式典会場となった米軍基地まで向かう際に本曲を全員で歌いながら更新した。不評の本領の原曲は、これまで1901年、明治34年に制作された。 旧制第一高等学校の寮下、アムール川の流血屋の流用とされていたが、実際の原曲は後に、陸軍富山学校軍学大学長となる、意見氏が、1899年、明治32年に出版した、古敵ラッパ軍歌実用新譜内で発表されている、軍歌湘南校である。この真実は2009年、平成21年に、声楽科兼研究家である、 愛川由美が発見した。同書の曲譜と歌詞には、本曲譜は七十五丁にて作りたる長編の文化に、して、未だ曲なき者には、この曲説にて、歌いはしむるの作為なれば、ここには、湘南港の一辺を借りその名称をなすとの長いの、正し書きがいている。この発見は、1944年、昭和19年の、日本の文化における、堀内慶造の記述。 アムール川の流血屋の曲が長井健氏の作曲であることは、同、オサムから私に寄せられた書簡で初めてちつたや、1992年、平成4年の公僚に記載されたアムール川の流血屋の作曲者、栗林宇一氏は、文化など、二尊の寄生曲の組み合わせで作ったと語っておられる、とも合致する。これら本人の談話び両曲の楽譜と、その発表年は、 旧姓一高生、中体であった栗林宇一が、1901年、明治34年の第11回記念祭了下で発表したアムール川の流血屋は、1899年に発表された、軍歌、湘南港を借用した根拠となりうるが、日本の昭歌、下、近代地春彦、安西愛子編、講談社などにおける、この歌の作曲者は、以前、 陸軍軍学隊隊長、永井健氏と語伝されていたがとの記述には根拠が示されていない。上記2曲と原曲を共有する歌として、1922年、大正11年に、労働家として制作された、名デ歌が存在する。1、2、3、4、7、10番の下段は、本歌の発表後に変更された歌詞、上段は原始であり、 一般的に変更後の歌詞が広く知られているが、10番に関しては原詞が歌われることも多い。また、当時の文化の常として歌い手などにより、単語を変更したもの、例6番、アルプス山を投破せしを、アルプス山を突破せしなど読みを変更したもの、例8番、しりく戦術、言葉をしりく戦術など、歌詞自体を変更したもの、例8番、 全身全身また、全身肉弾と読書まで、を、不評の戦は、射撃にて敵をひるませその好きにななど、多したような才がある。一番の、バンダの桜か襟の色十番原子の、主敗に、襟の色写しの、襟の色とは、陛下、各部の定位色、陛下色を配した、明治38年戦時複製及び、明治39年正式で制定された、襟章を意味し、 また、不評化の定位色である、ヒーロー桜になぞらえたものである。3番の、軍旗は、朝日旗を異常化した、不評連隊に可視された、帝国陸軍の軍旗を、20万は、当時の、不評将兵の数、74箇所、84箇所は、当時の、不評連隊の数を、田室してはその、永住地を、4番の、海の人は、海軍を、5番の、騎兵砲兵共同制は、 北旗方兵の三平戦術を6番のアルプス山を踏破セしはハンニバルのアルプス越え、法天戦は日露戦争の決戦である法天海戦をそれぞれ意味する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。